オートリエムさんは人間の言語を超越する時があります。そうですね。まあワンダホイとか多分なかったじゃないですか、そんな単語は。プロセカが始まるまで。確かに、ヤフーで調べてもゼロ件だったと思う。なかったですね。新しいワードを生み出してきたと。今回はそれをクイズにしてきました。題して、この後オートリエムなんて言う。これは大喜利か。いやいや、当てれるでしょ。いや、真剣にね、真剣に考えてください。M ちゃんになりきります。とりあえず擬音をいっぱい入れればね。あ、そうですね、大体擬音です。M イズム継承してるんで僕は。オールパーフェクト頑張ってます。オールパーフェクト頑張ってください。それでは1問目、赤色に入る部分を。あー、はいはいはい、1問目だもんね。余裕でしょ。1問目だしね。エブちゃんだよ。ジルさんからお願いします。普通にそのままありがとうワンダホイですね。ありがとうワンダホイ。続いてハルくん。ありがとうワンダホイです。ありがとうワンダホイですか。あれは口癖です。じゃあラスト、レベさんもお願いします。いや、僕は変化球入れていくよ。上にドゴっていうのがあるんですよ。確かに、ありがとうドゴドゴありがとうドゴで、ありがとうドゴ、効果音もドゴなんだ。自分で音鳴らしていくんだ。なるほど、エブちゃん理解してるから。エブちゃん理解してると。答えはありがとうワンダホーイでした。ですよね。ジールさんとハールくんに1ポイントですね。これはもう共通言語なんでボケる暇もないです、こんな。これちなみに優勝した方はあの M 語を使えます。権利、今後 M 語権利が。どこで使うんだろう。 M 語を使えます。2問目です、よろしくお願いします。あとはこれを。あとは誕生日ケーキを切るというわけですね。ああ、そう、誕生日ケーキを切ろうとしてるのかな、これ。はい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 。こんなに整いました。はい、整いました。ジュルさんからお願いします。あとはこれを、サクサクシュピーンですね。サクサク。おー、攻めるね。シュピーンっていう擬音はもう切ってるってことですか。切ってます。あ、なるほどなるほど。続いてじゃあハルくん、違うんですよ、シュピーンじゃないですよ、これはシュピシュピシャキーンですよ、これシュピシュピシャキーン。これは包丁持ってるんでシャキーンです。シャキーンです。じゃあ最後レベチコさん。僕は濁点入れますよ。ザクザクザク。なるほど、ザク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 。あの最後になんで防線入るのみんな。ザクシュピーンシャキーンね。あ、なるほどなるほど。ワンダホーイも伸びてるからね。確かに確かに。いきます、あとはこれをキリキリワケワケでした。無理やって。無理無理。何キリキリワケワケって。俺らの想定を5段階ぐらい超えてくんだよな。意外とそのまんまですね。これはですね、吹き出しじゃちょっとないんですけど、こちらですね。ここは一応ね、漢字が2文字入る。漢字？ひらがなじゃないの？ひらがなじゃないですね。漢字。じゃあジュルさんからお願いします。まあ、簡単ですね。はい。来年こそ笑わせてみせますなんですよ。笑顔です。あ、笑顔ね。ああ、それの発想な。なるほどなるほど。続いてじゃあハールくんお願いします。は、あの真冬さんの頭にケーキ乗ってるじゃないですか。はあ。来年はそのケーキを爆発して真冬さんを笑わせようということで、これは爆破です。絶対爆破ではねえだろ。続いてじゃあレベさんお願いします。プロシャカって結構トレンド入れると思うんですよ。はあ。なので。かわわわですわ。答えは撃沈ですね。いやーあーあー、ここ合ってたわ。いや、合ってない、爆破笑わせられなかったんだ。小羽ちゃん、さっきはありがとう、あそこからならピロ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 ドドドバーンだったね。おちなみにほなちゃんは全然わかんないって言ってるんで、ほなちゃんは全然わかってません。ほなちゃんわかんないだったら俺だけ。じゃあ僕もわかんないです。でもこはねちゃんはわかってます。そっか、そうだよね。いや、でもまあ今までの大鳥さんを見ていくと、まあ、ちょっとはわかるんじゃないかな、皆さんも。今までのルールを。じゃあジルさんからお願いします。これスイカ割りですもんね、多分。はいはい、はい、こはねちゃん、さっきはありがとう、あそこからならタタタタシュタドドドドバーンだったね。できます。タタタタシュタですね。はい、わかりました。続いてハルくん。ダダダダダダダドドドドバーン。ダダダダダダドドドドバーンですね。はい、なるほど。全部だ。続いてレベイチゴさんお願いします。これ惜しかったって外してるんですよ。はい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 。なのでコハネちゃん、さっきはありがとう、あそこからなら狙い狙いドドドバーンだったね。なるほど。おー、ちゃんと6番キリキリきたから。ちょっとみんな今までの大鳥 M さんを考えてね。正解はコハネちゃん、さっきはありがとう、あそこからならギュギュンドドドバーンだ。何ギュギュンって何も結構わからん、ね、でいく感じ。まあだからちゃんと防線は入ってます。防線は入ってるけど、これまでのやつ見てても本当わからんのよ。対策傾向が誰もかすってない。ダダダダとかないです。まずピロピロピロってなってからピカピカってね。
困ってますね。なってからピカピカってことは、最初は、なんだろ、暗いのか？みんな頑張って考察してる。絶対無理なのにみたいな。落ち着いてないってことですね、これは。見た感じ。まあ、いつにも増してすごいやる気ですね。ヒントっぽいけど全然わかんない。ヒントっぽいけど全然ヒントじゃないっすね。そうなんだよな。皆さんの心の中にいるオートリームさんに聞いてみてください、これ。ワンダホイって言って。ジェロさん、どうぞ。まず、ガチャガチャギシギシってなってから、ピカピカってね。ガチャガチャギシギシ。ネネロボかな？なるほど。続いて、ハルくん、お願いします。まず、ドワバババーってなってから、ピカピカってね。お前が今何言ったのかもわかんなかったんだけど。ドワドワバ。M ちゃん超えてる。はい、なるほど。最後、レベさん、お願いします。クロセカなんで、クロセカなんで、伏線入れてくると思うんです。イラピピキラピカっていう楽曲があると思うんですよ。はい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 。なので、まず、キラキラーってなってから、ピカピカです、ね。あ、なるほど。シンプルですね。まずバババーわーってなってからピカピカーってね。わからん。ジルさんわかんないって言うかもしれないですけど、これの前回ギュギューンです。ギュギューン濁点入ってるんですね。だからバババも濁点入ってるし、この防線も入ってるから、はいはいはい、一応そのなんて防線と濁点は入れるべきなんだなっていう考え方にはなるはずです。なるほどね。いきます。続いての問題ですね。シャッキキュピーンとピロピロピロって感じかなですね。これは最新のだよね。オールパーフェクト、ね、あのこの前のイベントで、ね、ルイ君がオールパーフェクトしてるやつ。じゃあジルさんからお願いします。これってあの元々最初にお兄ちゃんたちに会った時になんかズコズコビシーとか言ってたんですよ。そっからこうどう変わったかってやつなんですよね。シャキキュピーンとキチキチムンって感じですね。キチキチムン、なるほど。続いてハルくんいきましょう。いや同じなんですよ、考察は。やっぱりシャキキュピーンとカコカコキチキチ、カコカコキチキチ。最後レベさんお願いします。あのシャキキュピーンって星のエフェクト出てるんですよ。はいはいはい。だけどショウスケお兄ちゃんの方はテカテカなってるんですよ。テカテカーンって感じ。あ、テカテカーンって感じ。レベさんさっきからずっとしっかり考察を挟んできてはい、答えはキチキチムンということでジルさん取ってます。すごい。マジで。これはまあ多分覚えてた側だろう。え、これそう覚えてた、そう覚えてました、うん。ピラピラピラのドルルルルルだね。来たな。難問来たな。難問来たなって全部難問です。ねねの一個上超えてるもん。そう、いやそこまでじゃないっていうのは、ね、想像を超えてるんでしょうね。めちゃめちゃ興奮してるねむちゃん。そうそう、じゃあ防線はないです。防線ないの？ないでも濁点はつきます。あ、濁点。隠す場所ちょっと間違えてるな。みんなって入ってますね。みんなピロピロのドルルルルですね。それではジールさんからお願いします。ここはもうテンション上がってる、テンション上がってるってことは濁点めっちゃ入ってると思うんですよ。みんなドカドカビシのドルルルルだね。ドカドカビシ。続いてハルカお願いします。もうなんか鼻息とかもすごいんでしょ。目の前なんかあるかわかんないですけど、覚えてないですけど頭あると思うんですよ、はいはいはい、あとこれは、はいはいはい、みんなダンダダダダダンのドルルルです。今真ん中入ってました。ラストレベさんお願いします。もうねこれエムちゃんね考察しても無駄だと思うんですよ。あー諦めた。諦めんな。一番考察してた人が諦めんな。みんなブワワワワワワのドルルルルルだね。ブワワワのドルル。はいはいはい、なるほど。無駄です。無駄ですとか言わないで。回答こちらですね。ギュン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 。みんなギュンギュンのドルルルルだ。ギュン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 です。ギュンギュン。ひらがなだったか。ギュンギュンでした。ひらがなとカタカナの使い分けすらわかんないよ俺たち。最終問題です。よろしくお願いします。こちらですね。おー、持ってる。聞いたことある。こちら星4の M ちゃんを引いた時に M ちゃんなんか言ってるんですよ。はいはいはい。スプラローラー持ってるやつね。スプラローラーだね。あ、そう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 。プニープニーはヒントですね。なんだっけ、昨日聞いたんだけどな。昨日聞いた。あ、そうだね。俺昨日聞きました。昨日引いたから問題にした。ジルさんからお願いします。このイラストですね、タコさん描いてるんですよ。はい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 、はい、ね、タコさん、タコさん、プニプニですね。タコさん、タコさん、プニプニ。なるほど。続いてハルくんお願いします。いやもうタコなんですよ、タコ描いてるんですよこれ。さっき聞いたわ。ゆみちゃん頭いいんですよ、学年3位ぐらい、はいはい、オクトパスパスプニプニです。なるほどなるほど。最後レベさんお願いします。これあれなんですよね、タコ描いてる。さっき聞いたわ。これは僕はニュルニュルプニプニでいきます。ニュルニュルプニプニ。なるほど。そんな星を持ってすんな。そんな。回答はこちらです。タコタコ吸盤プニプニです、ね、無理無理無理。いやと考えればな、タコのどこがプニプニって考えたら吸盤ってなるから、まあね、ちゃんと考察してれば当たってたかもしれないですね。ジールさんが2ポイントでハールくんが1ポイントでレベさんが0ポイント。ジールさんはこの動画が上がった時から M5 を使えます。おめでとうございました。ありがとう。ワンダホー。